エミュレーターって違法じゃんみたいなことを言っているんですけど、正規のソフトを持っている状態でエミュレーターでゲームをする分には法律上は合法です。桜大戦のゲームをちゃんと持ってた状態でエミュレーターをやる分には何の問題もないです。エミュレーターを使うイコール違法だというふうに考える頭の弱い人が結構いるんですけど、正規のソフトウェアを持っている上でエミュレーターを使うのであれば合法です。某ドワンゴ創業者川上の坊さんがゲームをやるときにカセットを差し替えするのがめんどくさいと。なので でエミュレータータの方が便利なんだけどただ、それで法律違反をするのは嫌だからっていう理由で、確かね、1000万円だか2000万円だかで、あの、発売されてるファミコンのゲームを全部買うっていうのを最近やったんですよね。あの、とりあえず、あの、発売されたファミコンのカセット全部買って倉庫に入れとけば、法律上は合法にエミュレーターでゲームをできるっていう。いろんなところでセーブしたいとか、こういうデータいじりながらやりたいとかであれば、あの、エミュレーターでやると、パラメータいじったりとかもできるので、より楽しめるんじゃないかなと思いますけど。